まずい。まずかった。これ大変です。あんまずい。トランポールけど。食べますね。私も好きでさ。ちょっと可愛いね。なんか。あ、じゃあ国語。もうあと残りの授業も3回ぐらいしかないのでまとめに入っていくんですけど、前回が古典をしたので、今回漢文します。で、漢文が多分10講座かな。前9したと思うので。10講座をするので、第10講座の38ページを開いてください。38ページ。で、漢文ですね。なんだろう、漢文の知識があって。これが本当に何だろうね、基礎的なものができてたら最初の基礎問題は解けるので本当に覚えてほしいのがあります。これ前ちょっとしたかな、前回ちょっとしたと思うんですけど、漢文ノートに書いてもらったかな。ノートに書いてもらった人は書かなくていいんですけど、改めて書きます。漢文の知識、基礎的なのは1個が送り仮名。送り仮名は分かるかな。漢字の右下にカタカナで小さく示した文字です。で、これの書き下し文を書きなさいって時があります。例えばこれ、これが普通の漢文の文字、これを書き下し文にしてくださいって言ったら、これ詩ですね、詩曰く、これ曰くって読むんですけど、なんだろう、これは歴史的仮名遣いのまま落とします。し、曰く、読みは和って読むんですけど、和とは書かなくてそのまま書きます。だからなんだろう、現代仮名遣いに直さないで、これは歴史的仮名遣いのままですね。ここはもう基礎的なものです。こう書き下し文にするときは歴史的仮名遣いのままになります。書き下し文にしなさいって時はそのまま脱ぎ出していいです。で、なんか特有っていうか、右側に例えば今回の確認問題にも1行目にこういう文字がありますね。この文字、これは読み方が2パターンあって、これって読む時とのって読むときがあります。で、この区別がもう右側に文字の右側にこうのって書いてたら、書き下し文のときはのってひらがなで書いてください。のとこれって意味があります。でもこれはまあ書いてあるので、書き下し文にするときは注意をお願いします。例えば問いの2番、問いの2番ですね、確認問題の問いの2番は書き下し文に直しなさい。ただし3文字目のこの字ですね、これはひらがなで書くのに立ちます。だからこれはひらがなでのって書いてください。そう、解くときにヒントがくれてるので、こういうのは見逃さないように覚えてください。で、これが今言ったのが送り仮名の問題なんですけど、もう一個が書き返り点ですね。返り点を前にしました。まあ、改めて書きますけど、出点と1、2点がありますね。出点と
1、2点今ね、38ページの5点ですよ。38ページ今来た人は第10講座ですね。第10講座の半分のところ38ページを開いてください。で、別点これ前したと思うんですけど、返り点を打つときは例えば文字があって、文字が下から上に変わるときに返り点を打ちます。簡単に言うと、これがまあ漢字、漢字とします。の読む順番が例えば1番2番で読むときはこれ、じゃ自分で返り点をつけてみてください。出点はこれどこにつきますか？出点、出点のつける位置、漢字が下から1番2番で返って読むとき、出点、出点は下から上に変えるときに読むのでここですね。1、2って変えるときはこの変えるところにつけます。でもう一個ですね、1、2点は2字以上隔てて上に返って読む時なんですけど、そうね、また自分で返り点をつけてみてください。これが文字の読む順番です。1、2、3って読む時に1、2点をつけてみてください。1、2、3この時の 1,2 点を使うポイントが書いてあるんですけど、2字以上、これ2字以上で書いてますね。これがそのまま書いたら出てんないんだけど、2字あって書いてるからこの時は 1,2 点を使うんですけど、1がこうですね、 1,2 で、なんでかっていうと 1,2,3 で上に書いて読むから、ここ2字以上、2字あるので1から2に変えて読むので1、2点です。でこの特徴が2字以上、間に2字以上、2字以上2字以上で変えて読むとき、1,2 点を使います。本当はもう一個 1,2 点より、なんだろう、上より多いとき、この1,2 点のこの上と下で読むときに上下点ってあるんですけど、これはあんま使わんかな。上下点っていうのもあります。上下点、上下点は間に 1,2 点を挟んで、それより外かな、例えばこうあって、まだここにこうあるとするよ、ね、でまたここから返って読むときに上下点っていうのを使ったりします。でもこれはまだあまり出ないんですけど、高校ではがっつり出るので、この 1,2 点より外側に使うときは上下点があるっていうのも覚えておいてください。これがもう本当に漢文の基礎的な知識です。書き下し文をするときのポイントと返り点ですね。この2つが押さえておければ、まあ基礎はできると思います。
はこのまあ五言節句とか七言節句とかこれは形式なんですけど、これは本当に覚えてほしいなって思います。なんだろうね、五言、まあ、字数が漢字が5文字あって、それが4つ並んでたらそれ五言節句で、今例があるのが39ページの1番、これは何節句かな、5文字ありますね。花開けばのところです。花開けば39ページ見てください。39ページの1番のところです。これは花開けば蝶枝に満ちてから始まる文章で、これ5文字ですね。 1,2,3,4,5 5文字が4つあります。だからこれは五言節句です。ここに五言節句って書いておいてください。これ1番の文章ですね。39ページの1番、これ五言節句って言います。詩の形式を書かされることは結構あるので、こういう詩を見つけたら何語何句かな、五言節句、五言律詩ってあるんですけど、それのどれかなっていうのを確認しておいてください。あとね、もう一個ね言っときたいのがあって、応印ってあります。応印、応印ね、結構書かされるとき応印を選びなさいとかあるので、これはちょっと重要かなと思います。応印、応印、まあ、その名の通り、まあ、印を踏むって言うんです。印、なんかラップとかでもあるけど、なんか同じような言葉を重ねてラップするときは陰を踏むっていうんですね。それが漢文でも使われるんですけど、それの陰の場所が決まってて38ページにも載ってるんですけど、五言詩、さっき言った五文字ね、五文字の五言詩は五言詩の陰の場所ですね、が偶数句末になります。偶数句末だから2と4ですね偶数句、家畜の時は2、4、ローハだから2の倍数です。偶数、で七言詩、7文字の詩です。7文字の詩、7文字の詩は、第1句、1個目ですね、第1句と偶数末。だいたい偶数ですね、偶数2、4、ローハーのところにあるので、応印を探してくださいって言われたら偶数の一番下の漢字を見てください。で、応印っていうのがどういうものかっていうと、応印は同じ読み方、似たような読み方が重ねてあります。例えばさっきの39ページですね、39ページの1行目、これは五言詩なので偶数句末に印が踏まれています。ちょっと自分が印だと思う漢字を丸してみてください。偶数句末の一番最後、印ですね。39ページです。39ページのところに印が踏まれているところがあるんですけど、これ、この文字とこの文字、これちょっと丸をしておいてください。39ページになります。39ページの
一番ですね。この二つの、これ 2行目と4行目。見つかった？で、これが両方キって読むんですよ、カタカナで。音読みかな？音読みでこれ両方キって読みます。このキっていうのは同じ読み方を合わせてるの、これが多いんですね。音を揃える。で、もう一つあります。音韻の探すやつが、もう一個は40ページ開いてください。40ページの1番の詩ですね。40ページの1番、これちょっと自分で韻を探してみてください。今言った見方でいいね。これ何言詞ですかね。1、2、3、7言詞。7言詞なので第1句と偶数句末に韻があります。ちょっと自分で探してみてください。偶数句末と第1句で、これはまた漢字の音読みで似たような音読みになります。これは第7言詞なので1行目、1行目と2行目と、4行目ですね。この3文字はチェックしておいてください。この3文字は全部ふーって読んで10、これ形読みが似てるんですね。この3つはふう、じゅう、ふうっていう風に似たような韻を踏むのが、これも音韻です。なんか音韻を抜き出しなさいってあるので、気をつけるのが5号詞の時は偶数句末だけなんですけど、7号詞の時は1個目と偶数句末。分からん時は自分で漢字読んでみて、あ、なんかふう、じゅう、ふう一緒やなって思ったらそうやって選んでください。もう本当にこれ漢文の基本なんですよね。でここはすごい絶対取ってほしいので、ちょっと今から時間を取るので確認問題を解いてみてください。解いたら丸つけまでお願いします。
っと人によってまちまちなので最初のところ特に帰り点のところをしようかなと思います。これね基礎やけんねこの帰り点はできてほしいとよね。でちょっと丸付け終わった子多かったと思うので一緒に見ていきます。トイチですね最初トイチの帰り点わからん子はちゃんと聞きよってねトイチの帰り点です。できる子はもう一回復習でこれが合線部がありますね。これに帰り点をつけなさいなんですけど4文字あります。で書き下し文がここにこの漢字の左に書いてありますね。これを見ながらつけていいとよ返り点を。でまず最初に難しい語は読む順番に番号をつけてきます。でこの書いてあるまさに賛品ありなんか賛品ありこれが読む順番です。読む順番でさっき説明したと思うんですけど漢文を読むときは下から上に返るときに返り点をつけます。返るけんね下から上に返るけんやけん見ていくとこれ1番目下や普通に下に行き寄って2、3で3から上に上がる上に返りますね。だからここを読むときにここにつけるんですけど帰るときにこれ2文字あります。2文字本当は1文字だけやったらこう寝点でいいんですけど2文字あって帰るので 1,2 点を使います。2文字以上あるときは 1,2 点でこっから1ここ2 1,2,3,4がこれ答えですね。 1,2 点帰りだけ本当わからない人は漢字に番号を振ってください。ここが1番目2番目3番目4番目で上に上がる時だけにつけます。でここにつけてここにつけるっていうのが1個目ですね。これが 1,2 点です。で問いの4かな問いの4番です。これは送り仮名と返り点をつけますね。これちょっと多いね。1,2,3。わからなかった人はもう一回一緒に書いてください。返り点自分でつけらな覚えんけん。6文字です。でこれも書き下し文があるので番号自分で今番号を振ってみてください。何番これは何番に読む、番号打てましたか。前見ずにできるだけ自分で振ってみてください。で番号今振れましたね。番号振れたんですけどこれが読む順番です。1,2,3,4,5で言ってなかったんですけどこれが置き字って言います。置き字この置き字は読まないんですね。この字に意味があるんですけど読まない字これが置き字って言います。読まない
疑似だからこれはちょっと無視して考えます。今あったんですけど、言ったね、返り手をつけるのは下から上に返るときだけです。だから1番、2番、3番、ここが下から上に返ってます。だからこの間に0点1個だけ、1個だけ返るときはここに0点を入れます。で、4、5、ここも上に返ってますね。で、返ってるのは1時だけなのでここに0点で、終わりです。で、あとは送り仮名かな。送り仮名は絶対カタカナで書いてください。こうして、で、字の右下にカタカナで書きます。これをこんな風に、漢文苦手な子も結構いたので、わからないときは自分で文字を振って、下から上に返るときだけに返り点をつけます。でこれやっぱり課題テストとか検模試とかでも出てくるので、この返り点はできるようにしておいてください。出るのが0点と1、2点ぐらいやけん、これを覚えてたらできると思います。間に2個挟んだら1、2点で、1個だけやったら0点です。はい、ちょっと勘弁、また後半の受験コースとかでも復習をするので、漢文のまた解き直しとかもします。受験、これはちょっと来週かな、2015年のテストをするので覚えておいてください。複雑文出ます。で、次社会なんですけど、社会がみんな歴史が苦手って言ったけん、その他のこの塾じゃない先生が歴史の一問一答を作ってくれたんですね。これ本当にいいと思う。みんながさっき、この間歴史の流れ持ってる、これもらえませんでしたか。黄緑で歴史の流れが書いてあるやつがあると思います。これじゃないよ、これじゃなくて、なるほど、最初の縄文時代からちょっと出してください、そのプリント。黄緑の、あ、そうやね、歴史資料を使えちゃうかな。歴史資料って書いてる黄緑のやつを出してください。多分それに対応してると思うので、ちょっと配りますね、今から。社会テキストの
じゃあ一瞬ちょっと社会の12講座ですね、48ページの社会の12講座を開いてください。近現代の日本と世界になります。で ここが結構細かく出るんですね。例えば世界恐慌だったら、世界恐慌が起こった時に他の国でどういう対応したかが出るので、じゃそこだけちょっとまとめておきたいと思います。これ文字で書いてあるけど、多分文字だと自分で読みづらいと思うので、ノートにちょっと書いてください。世界恐慌ですね、世界恐慌。テキスト出した人はノートを用意してください。例えば自分で勉強するときは、このノートに書いてある、ノートじゃないや、テキストに書いてあることを自分でノートにまとめたり、見やすく自分でノートを作っていくのが大事と思います。年号は1929年。これ聞いたことあると思うんですけど、アメリカで株価が暴落して不況に陥った事件です。アメリカで起こりましたね。アメリカの株価が暴落しました。で、この世界恐慌への対応なんですけど、国が結構いろんな世界恐慌への対応しているので、それをちょっとまとめたいと思います。下に対応を書いていきます。各国の対応、これね本当に入れますね。よくこの国が何をした、覚え帳簿はもう改めてもう一回復習のつもりで書いてください。国が 1,2,3,4,5、 だいたい 5カ国ぐらいあります。アメリカとイギリスとフランス、右にどういう対応をしたか書いていってください。ソ連と、あとはイタリア、最後ドイツですね。でまずアメリカ起こしたのがルーズベルト大統領がニューディール政策、これよく聞きますね。ニューディール政策を起こしました。ちょっと入らないんですけど、人の名前も書いておいてください。ルーズベルト、これローズベルトとも言われるんですけど、ニューディール政策を行いました。でこのニューディール政策っていうのは、公共事業を起こして失業者を救済。だけん世界恐慌が起こったら、やっぱみんな不況になってクビとかになるんですね。でそのクビを、まあ、その働けない人も働かせようっていう感じで公共事業を起こしてしたのがニューディール政策です。これと人の名前も覚えておいてください。前に書いてないけどね。で次はイギリスとフランスがブロック経済っていうのを起こしました。ブロック経済です。でこれ植民地っていうのは、例えば他の国のなんか、まあ、敷いてあげてる、この国を支配してるっていうのが植民地です。植民地の関係を強めたのがブロック経済、イギリス、フランスがブロック経済。この名前が出ますね。ニューディール政策とかブロック経済とか出ます。ソ連は
5カ年計画っていうのを進めました。5カ年で、スターリン、名前がスターリン、スターリンが5カ年計画を進めました。で、イタリアとドイツではファシズムっていうのが進められます。この2つでファシズムで、ここに出てくる人の名前と党の名前を覚えておいてください。先にドイツ、ドイツはよく出てきますね。ヒトラー、ヒトラー、ヒトラーを率いるナチス党が政権を取ります。ヒトラーのナチスで、もう一つがムッソリーニって言います。イタリアの方ですね。ムッソリーニ、ムッソリーニを率いるファシスト党。イタリアではムッソリーニっていう人ですねのファシスト党と、ドイツではヒトラーを率いるナチスが政権を取ります。この世界恐慌が起こってどんな対応をしたか、特に上の2つはよく出ますね。ニューディール政策とブロック経済よく出ます。この教材本当に分かりやすく教えてくれているので、自分で覚えるときはこれをまとめたりして活用していってください。これはみんなのずっともらえると思うので、これを活用していってください。あと10分、12時半までだったと思うので、ちょっと一問一答してほしいんですけど、8社会歴史の8ページかな、7ページです。7ページ。7ページの、そうですね。7ページを全部してほしいんですけど、3番は絶対してください。3番からしてくださいね。3番。あ。で、これ答えが一番後ろについたんですけど、読みにくい人は外しても大丈夫です。こう答え書いてペラってめくるのが大変な人は最後の答えだけ外して別で丸付けしても大丈夫です。今から解くのは7ページ社会歴史の7ページです。で、今ちょっと習ったところが出てるので前を見ないように書けるようにしてください。で、もしわからないところがあったらもう一つの歴史の流れ、歴史資料に流れが載っているので答えを見ずにそっちで調べてください。あと10分あるので解いて、わからないところは調べて書いてください。答えはすぐ見ないようにしてください。